強くて優しい正義のヒーロー、ボクスなのに学園追放。事件の真相を暴くため9年ぶりに復学した彼を待っていたのは教師となった彼女。ハラハラドキドキ2度目の初恋、ユスンホ主演の痛快学園ドラマ、ボクスが帰ってきた。8月、衛星劇場で放送スタート。